平野仕様のファッション黄金習慣、ブランドの魅力に包まれたスタイルアイコン。日本を代表する俳優であり、元キングプリンスへのメンバーである平野仕様、26歳、が、2023年の1月18日から22日まで、インスタグラム上で驚きと賞賛を集める一連のファッション投稿を行いました。 これにより、彼は世界を代表するハイブランドの最新コレクションに身を包むことで、ファッションアイコンとしての地位を確立しました。彼のインスタグラムでのファッション黄金週間は、ルイ・ヴィトン、エルメス、ディバンシ、そしてバレンティノといった高級ブランドの洋服を披露することで、ファンとファッション愛好者の注目を集めました。最初に彼が披露したのはルイ・ヴィトンのスタイルでした。 1>, 1月18日、平野紫耀はデニム地のハーフパンツのセットアップに茶色のフーディを組み合わせたコーディネートで登場し、その洗練されたスタイルでファンを魅了しました。これに続いて、1月19日にはエルメスの服装を披露し、黒いムートンのアウターと前髪を前に下ろした特別なヘアメイクで、レアな一面を見せました。 翌日、1月20日にはジバンシのスタイルでファンを驚かせました。平野仕様は、モスグリーンのセーターやダークブラウンのアイテムなど、アースカラー系のミリタリー風のファッションを披露し、彼のファッションセンスの多様性を示しました。そして、1月22日にはバレンティーノで登場し、鮮やかなグリーンのコートに黒いパンツと白いシャツ、ネクタイを着こなしていました。 髪をオールバックにし、キリリとした表情を見せることで、彼のスタイルの多様性と魅力を再び証明しました。彼のファッション投稿は、リトン、エルメス、ィバンシ、バレンティーノなどのハイブランドのファッションを紹介するだけでなく、一枚の写真を縦や横に分割して投稿するグリッドスタイルも駆使して、ファンを楽しませました。 彼のインスタグラムのフォロワーたちは毎日新しい驚きを受け、そのスタイルの変化に驚かされました。彼のファッション黄金習慣は、とえにファッションを楽しむだけでなく、高級ブランドへの愛情や彼のファッションセンスへの賞賛も現れています。各投稿はそれぞれ70万から90万件ものいいねを集めその影響力が突出しています。 ファッション愛好者からのコメントには、毎日幸せ、もう何のご褒美ですか、毎日のワクワクありがとう、ここは美術館ですかといった感謝の言葉や興奮のコメントが寄せられ彼のスタイルへの賞賛が垣間見えます。彼のファッション黄金習慣は、単なるファッションの宣伝ではなく、 高級ブランドの魅力、個性的なスタイル、そして彼自身のファッション愛についての物語を語っています。平野仕様のファッションセンスは、彼自身の表現力とブランドへの深い愛情から生まれており、彼のファッション黄金習慣はその証拠です。平野仕様は、俳優としての成功だけでなく、ファッションアイコンとしても成功を収めています。 彼のファッション黄金週間は世界中のファッション愛好者に彼の魅力を伝え高級ブランドの服装をめでる楽しさを共有するものとなりました。今後も彼のファッションセンスに注目が集まることは間違いありません。平野仕様のファッション黄金週間は 彼の高級ブランドへの愛情とファッションセンスを称賛するものであり、ファンとファッション愛好者にとって楽しい驚きと興奮をもたらしました。彼の個性的なスタイルと高級ブランドへの系統は、彼が成功の道を歩む一環として、ファッションの世界においても存在感を示しています。今後も、平野紫仕様のファッションセンスに注目し、 彼がどのようにファッション界に影響を与えていくのかを楽しみに待ちたいと思います。